皆さんこんにちは。どうも、お久しぶりです。今回もチャレンジしていきますよ。こちらの空母は自衛隊のものです。嘘つけ、F-14J ってなんだよ。こちらで飛んでも普通なので、今回は F-15 で着艦してみたいと思います。15じゃ無理だろ。15にもピックはありますからね。うわ、本当に来た。でや、すげー、本当に着艦しやがった。ふう、やっぱり下を噛みますね。なんか形が違うような。実はこれ、F-15EJ なんですよ。 F-15E の自衛隊版。正解。ほんとだ、混合丸タンクついてる。ちゃんと爆弾も積めるんですよ。かっこいい。艦艦上の15が移動するって、異様だな。やればできる子なんで。このまま発艦してみましょう。さすがにカタパルトは使えないよ。後ろギリギリから加速します。距離が短すぎるだろ。あの時のパワーを忘れたのかい。まあ、確かに15のパワーはすごかったけど。しかもこの E 型はパワーが 20% も増加しているんだ。きっといけるよ、後席の 2D も信じて乗ってくれてるんだ。君が困りませんね。信じてるようには思えないけど。ロープロープ用意テクストに。まだ君のジョータ、No. 君が困りませんね。てかこいつ、2D 行っているんだ。行ってきます。行ってらっしゃい。やった、行けた、行けたよ 2D。 あれ、気絶してる。というわけで、これからもいろいろなチャレンジをしていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。